典型的なフロー電池。二つのタンクに液体が蓄えられており、それぞれをポンプによって二つの電極の間に設けられた膜に向かって流通させる。フロー電池、またはレドックスフロー電池とは、二種類の化学物質を溶解させた液体を境内に蓄え、膜で隔てた形を取る化学電池の一種である。それぞれの液体を別々に循環させ、 幕を通じたン交換を起こさせる。セル電圧は、ネルンストの式により、電気科学的に決定されるが、実用電池では1.1から2 2ボルトの範囲に収まる。フロー電池は燃料を消費したら再充填して使える、燃料電池や、電力により、電池を再生できる二次電池と似た利用ができる。従来型の二次電池に比べ、液体タンクが、 分割可能な点やほぼ無限の耐久性などの利点があるのに対し21世紀初頭における一般的なフロー電池は比較的出力が低く複雑なエレクトロニクスが必要となるエネルギー容量は電解質体積の関数として出力は電極表面積の関数として決まるフロー電池は1種類以上の電気化学的活性種を溶解させた電解液を セル内に流通させ、化学エネルギーを可逆的かつ直接的に電気に変換する化学電池である。追加の電解液は外部に、一般的にはタンクに蓄えられ、通常はポンプにより、リアクターセル内に流通させるが、重力による供給を行うシステムも知られている。フロー電池は、内燃機関における燃料補給と同じように、電解液を交換して、 エネルギー化で消費された物質を補給することにより、素早く充電することができる。還元すれば、フロー電池とは、電解液を電極周りのセルに風刺せず、セル外部に蓄えておいて、発電時にセルに送り込むという点以外は、化学電池と変わりがない。発電可能な総量は貯蔵タンクのサイズに依存する。フロー電池は、電気化学工学的に確立された。 設計原理に基づく。レドックス型やハイブリッド型、膜、なし型など、様々なフロー電池が開発されている。フロー電池と従来型の電池との基本的な違いは、従来型ではエネルギーが電極材料に蓄えられているのに対して、フロー電池では電解液に蓄えられるという点である。レドックスフロー電池は電気化学種が 電解液に溶解している二次電池であり、再充電が可能である。従来型電池のような固体内拡散やインターカレーションではなく、不均一電子移動反応を用いるため、化学電池というより燃料電池といった方がより適切である。産業的には燃料電池は H2O2 型のように一次電池と考えられることが多いが、それに限られるものではない。 NASA のヘリオス試作機に搭載された一体化再生型燃料、電池も、化逆型燃料電池の例として挙げられる。欧州特許機構では、レドックスフロー電池を、再生型燃料電池の回分類として位置づけている。レドックスフロー電池の例として、バナジウムレドックスフロー電池や、タルーカソーダ、シューカソーダ電池、ウランレドックスフロー電池が挙げられる。レドックス燃料電池は、 商業的にはあまり一般的ではないが、多くのシステムが提案されている。試作型のアエン、オの溶化物、フロー電池は 167WhL、Wh5 リットルのエネルギー密度を達成している。それ以前のアエン、周過物セルでは 70WhL に達している。比較のために、リン酸鉄リチウムイオン電池の容量を上げると 233WhL である。 亜鉛、王の溶化物電池は、他のフロー電池に比べて、酸性電解液を用いておらず、不燃性のため安全で、動作温度範囲が低く、摂氏20度から摂氏50度で、しかも、冷却機構がいらず、重量的にも、溶石的にも有利であるとされる。未解決の問題として、負極に膜から浸透してきた亜鉛が蓄積し、効率を下げるという問題がある。 ZN レンドライト形成のため、亜鉛ハロゲン化物電池は高い電流密度で動作させることができず、出力密度に劣る。ザニ電池の電解液にある種のアルコール類を加えることで若干この問題を軽減することができる。電池が完全に放電しきった時、両方のタンクには同じ亜鉛比、イオンとヨ溶化物影用外の混合物が残ることになる。充電時には 片方のタンクには別の影イオン、O の溶化物イオン i 3が含まれる。この電池は外部タンクから液体をセルスタック領域に送り込み、そこで液体が混ざり合うことにより、電力を生み出す。スタック内では、亜鉛イオンが選択的浸透膜を通過し、不極側で金属亜鉛へと変化する。伝統的なフロー電池の化学構成では、非エネルギーが低く、 電気自動車に用いるには、電池が重くなりすぎ、また、必出力が低く、固定型エネルギー貯蔵としては高価になりすぎる。しかし、近年の水素、周素、フロー電池では、面積必出力が 1.4W、平方センチメートルと向上し、水素、周素酸、フロー電池では、タンク容量あたりの非エネルギーが 530Wh、kg と向上している。有機ポリマーと、 塩水、セルロース膜を用いるシステムも存在する。試作型では1万回の充電放電サイクルの後も相当量の容量を保つ耐久性が示されている。エネルギー密度は1 0ワー l 電流密度は1 0 0ートルを達成している。ハイブリッド型フロー電池では1種類以上の電気、化学活性種が個体層として積層されている。 この場合、電気化学セルは、化学電池電極を一つと、燃料電池電極を一つ含むことになる。この型では、電極表面積により、エネルギーが制限される。ハイブリッド型フロー電池には、アエンシュー素電池や、アエンセリウム電池、鉛酸フロー電池などがある。膜なし型電池は、2種類の電解液が2つのチャンネルに、流通する際に生じる送流に依存する。これらが、 電気化学反応を起こし、エネルギーを蓄えたり解放したりする。電解液は互いにほとんど混ざり合わず並列に流れる。流れによって、自然に液体同士が分かれるため、膜がいらなくなる。膜は特定の反応物に繰り返しさらされることにより、腐食することがあり、電池内で最もコストがかかり、かつ最も信頼性が低い構成材であることが多い。 膜がないことにより液体収素溶液と水素を用いることができる。膜を使用する場合、この組み合わせは収化水素酸の生成により膜を痛めるため問題となる。量材料は低コストで利用可能である。この設計では2つの電極の間に小さなチャンネルを設ける。液体収素は炭素加ード上のチャンネルを、収化水素酸は多孔質アノード上のチャンネルを流れる。 同時に、水素ガスをアノードに流通させる。膜なし設計としては初めて、逆反応を起こして、電池を充電することが可能である。2013年8月に発表された膜なしフロー電池は、他の膜なしシステムの3倍となり、リチウムイオン電池よりも高い最大出力密度7950ワット前平方メートルを達成している。プリムスパワーはレドックス型アエン。 中素フロー電池における膜やセパレータを不要とし、コストと故障率を低下させる特許技術を開発した。プリムスパワーの膜なしレドックスフロー電池は、アメリカ合衆国とアジアにおける2017年2月21日に発表された第二世代製品に用いられている。プリムスパワーエナージポート2が生産中である。2009年に登場した有機レドックスフロー電池は、 数十年前に開発されたバナジウムレドックスフロー電池や ZNBR2 電池をはじめとする従来型の無機水溶液レドックスフロー電池に存在する大規模な商用化を妨げている主な欠点を乗り越える大きな可能性を秘めている有機レドックスフロー電池の主な利点は酸化還元活性種の酸化還元物性を調節できるという点にある 有機レドックスフロー電池はさらに、エークイアスオーガニックレドックスフローバッテリーと、ノンエークイアスオーガニックレドックスフローバッテリーに分類できる。エイロフ部では酸化還元活性子を溶かす電解液の溶媒に水が用いられ、ナーフ部では有機溶媒が用いられる。有機酸化還元活性子を一つ使うのか二つ使うのかに基づいて、エイロフブとナーフブはさらに全有機システムと、 無機材料も用いる、汎有機システムに分けられる。エイロフ部は、ナーフ部よりも先に、概念実証が行われている。大規模エネルギー貯蔵施設としては、エイロフ部の方がナーフ部よりも、低コストかつ、大電流、大出力で、さらに安全性も優れているので適している。ナーフ部は、エイロフ部よりもエネルギー密度が高いので、限られた用途には有用かもしれないが、 安全性や有機溶媒のコスト、ラジカル誘導副反応、電解質クロスオーバー、限られた寿命などの問題点を克服する必要がある。以下では、エイロフ部に関する代表的な研究を主に扱う。機能を用いたエイロフ部がいくつか存在する。ある研究では、酸性、エイロフ部に1二次ヒドロベンゾ機能マイナス3、五次する本3と1、 4次ヒドロベンゾキノンマイナスにする本酸を仮想度として伝統的な PB、PBSO4 のアノードが用いられている。これら最初のエイロフ部は仮想度側にのみ有機酸化還元活性子を用いているので万有機型である。キノンは伝統的仮想度材料に比べて2倍の電化を受け取るので体積あたり2倍のエネルギーを貯蔵できる可能性がある。別のキノン。 9、10アントラキノンマイナスに、7次スルホン3も評価されている。アクズは、硫酸中、ガラス状炭素電極上で高速な二電子にプロトン還元反応を起こす。安価な炭素電極を用い、キノン、ヒドロキノンと BR に、BR レドックス帯を組み合わせた、推計フロー電池は、6000ワットを超える、ピーク電流出力密度を 13000A において達成している。 サイクル特性は、マイサイクル99%の容量を保持する。体積エネルギー密度は 20WhL を超える。アントラキノンマイナスにする本酸と、アントラキノンマイナスに、6次する本酸を、不極、1、2次ヒドロベンゾキノン酸、5次する本酸を正極に使えば、有害な BR2 の使用を避けられる。この電池は、劣化なしに1000サイクル保つとされるが、 公式なデータは公開されていない。この全有機システムは眼検性があるだろうと見込まれているものの、セル電圧がおよそ 0.55V と低く、エネルギー密度も 4WhL と低い。集荷水素酸の代わりに、ずっと毒性の低いアルカリ溶液とフェロシアン化物を使う系もある。pH が高いので腐食性が低く、安価なポリマータンクを使うことができる。 膜中の電気抵抗の増加は電圧の上昇により保証される。セル電圧は 1.2V である。セル効率は99%を超え、ラウンドトリップ効率は84%と計測されている。この電池は最低でも1000サイクルの寿命を持つと予想されている。理論エネルギー密度は 19WhL である。フェロシアン化物の高 pH、高溶液中において、 Fe2 や Fe3 を生じずに、科学的に安定かどうかは、スケールアップ前に検証する必要がある。メチルビオロゲンをアノード液として、4ヒドロキシマイナス2、2、6、6、テトラメチルピペリジンマイナス1、オキシ量、仮想度液として用い、塩化ナトリウムと低コストカギイオ4交換膜を使って、ミツル放電を可能とした、有機、エイロフ部も実証されている。このメガボルト、 店舗システムの最高セル電圧は1 2 5トで報告されているエイロフ部の中で最低かもしれないコストを達成している。推計電解液は既存の設備を変更することなく、使えるドロップインリプレイスメントとして設計されている。6 0 0ット級の試作電池は安定で、100サイクル後も2 1 0 0ンペア平方センチメートルの範囲でほぼ100%の効率を達成し、 最高性能を達成できる4 0 5 0ンペア平方センチメートルでは、初期電圧の70%を保持する。この研究の重要な点は、中性のエイロフ部は酸性、またはアルカリ性エイロフ部よりも環境に優しく、かつ腐食性の酸性、またはアルカリ性の RFB に匹敵する電気、科学的性能を発揮しているという点である。メガボルト、 テンポイロフ部のエネルギー密度 8.24WhL であり、制限要因はテンポ側にある。次のステップはメガボルトに匹敵するエネルギー密度を持つ仮想度液の特定である。酸化還元活性を持つ有機ポリマーに基づいたフロー電池設計の一つとして、部分構造としてメチルビオロゲンを持った化合物とテンポに加えて半島マックを用いるものがある。 ポリマーベースのレドックスフロー電池では、関納元を導入した、高分子が水に溶かして、仮想度側だけでなく、アノード側活性物質としても用いられる。そのため、バナジウムと硫酸などの金属及び腐食性の高い電解質を避けることができ、単純な半透膜を利用することができる。この形のフロー電池において、 仮想度とアノードを分けている膜はろ過器のように大きなスパゲッティ上高分子を通さず低分子体イオンを通すだけでよく従来型で用いられていたイオン交換膜に比べて製造が簡単でコストも低く抑えられるこの設計により従来のナファイアーン膜の高いコストを解決できる可能性があるものの酸化還元活性を持ちつつ水への溶解度の高いポリマーを設計 合成するという問題は簡単ではない。プロトンフロー電池は金属水素化物貯蔵電極と化学的プロトン交換膜燃料電池を統合したものである。充電中、PFB は水分解によって発生した水素イオンと燃料電池の片方の電極中の金属粒子中の電子と結合させる。エネルギーは固体金属水素化物の形で貯蔵される。 放電の際は逆の過程が起こって電気が流れるのに伴い、プロトンが雰囲気中の酸素と反応して水が生じる。リチウムよりも安価な金属を利用することができ、かつリチウム電池よりも高いエネルギー密度を達成することができる。ナノ粒子のネットワークを構築したリチウム利用システムでは、導電体板と直接接触している粒子から電化が、 出たり入ったりする必要がなくなり、液体全体にわたって、ナノ粒子ネットワークを通じて電気が流れることができる。これにより、より多くのエネルギーを取り出すことができる。反固体不老電池は、正極と負極は、キャリア液体中に見学した粒子により構成される。正極及び負極見学粒子は別々のタンクに貯蔵され、別々のパイプを通って、互いに隣接し、 薄い多項質膜で隔てられた反応質スタックへとポンプにより流通させられる。反固体フロー電池は液体電解質に懸濁した電極材料を使用する水系フロー電池の基本構造とリチウムイオン電池の化学構成を組み合わせカーボンフリー懸濁粒子と導電性カーボンネットワークスラリーを両方使ったものである。カーボンフリー反固体レドックスフロー電池は 固体分散レドックスフロー電池とも呼ばれる。物質を溶解させることにより、その科学的振る舞いは大きく変わる。しかし、微小な固体物質を見学しても、固体の特性は保たれる。結果として、糖蜜のような流動特性を持つ粘性見落液が得られる。多様な化学構成のフロー電池が試みられてきている。 レドックスフロー電池と、それには劣るもののハイブリッドフロー電池は、出力要素とエネルギー要素が別々なことに起因する、レイアウトの柔軟性と、片小片小小転移がないことに起因する、長いサイクル寿命、高い応答性、イコライザが不要、有害物質を放出しないといった利点を持つ。いくつかの種類では、充電状態の判断ができ、メンテナンスの必要性が低く、過充電、 火放電への許容性がある。リチウムイオン電池などの固体二次電池に比べて、RFB と特にー f 部は、高い電流密度と出力密度での動作が可能である。これらの技術的利点から、レドックスフロー電池は大規模エネルギー貯蔵に適した選択肢と言える。負の面としては、リチウムイオン電池などの携帯型電池に比べて、エネルギー密度が、ものによって大きく違いはするものの、 一般的に低いという点が挙げられる。また、電池内部を流している、電解液が液漏れを起こさないようにする必要がある、温度管理が必要である、電解液を循環させる、ポンプの管理が必要である、などなど管理に手がかかる部分も持っている。フロー電池は通常、比較的大規模な固定用途向けに考えられている。次のような用途が挙げられる。ありがとうございます。